今年も、そうです、ハンドル1位、はい、ちょっとまあ去年とはまた違う思いの1位かなという。まあそうですね、うん、去年もある程度納得できる走りもできての1位だったので、うん、はい、今年はちょっとびっくりしました、うん、はい、ちょっと本当に怪我の影響がずっとある中で成績がもどかしくて、うん、お願いします、お願いします、うん、ですね、まあ、うん、そうですね、うん、まあ、ちょうど1年になるし、うん、まあ、そろそろちょっとその1位はやっぱちょっと驚きがあった感じですか。そうですね、本当にびっくりしましたね、電話で聞いたんですけど、うん、最初信じれなくて、うん、はい、まさかと思ったんですけど、はい、やっぱりファンのその思いというかね、うん、まあ、そうですね、本当に、ね、こう活躍してない中で選んでもらったので、うん、まあ、しっかりまたこの大会でリベンジするつもりで、うん、はい、頑張ります。少しこう時間もできて練習もいろんなとこ行かれたんですか。そうですね、ちょっと前半体調悪かったんで、うん、しっかり、まあ、体整えて、うん、その競輪学校なんかも入ったりして、ね、そうですね、いい練習ができたし、うん、まあ、調整もしっかりできたと思います。まあ本当に大きくファンに恩返しするしかないシリーズ。そうですね、本当にもうしっかりこう走りを見せれるよう一生懸命頑張るしかないですね、うん、はい、特にドリームレースは毎年、まあ、ちょっと難しい面もあると思うんですよね。 そうですね、うん、まあすごい強いメンバーですし、まあ、まあ、というか浅井と2人ということで。そうですね、はい、まあ、お話はですけど前でという形になりそうですね、うん、まあ、自分は自力で頑張るので、うん、まあ、浅井さんもついてくれると思うし、うん、負けないように、うん、はい、ちょっとサマーナイトで元気な後輩が大きい花火を打ち上げてたので、はい、うん、まあ、刺激もらいましたしね、うん、はい、負けてられないんで、うん、しっかり巻き返せるように、はい、しっかり頑張って本当に優勝までファンが、そうですね、うん、望んでるところと思う。本当に一戦一戦いい走りできる気持ち強く持って頑張りたいです。ありがとうございます。はい、お願いします。